今日は二本続けて撮影しちゃうの？テコデザインのメモンです。次来るのはシオリンさって先生だったね。高校の先生だったかな。探してこようと。自己紹介。このね始まる前の時間スラックの自己紹介もの何気に流行ってまして私。シオリの自己紹介はどこですか？お疲れ様です。お疲れ様です。お久しぶりです。よろしくお願いします。めっちゃお礼します。 えしおりんでいいんですかしおりんであいいですいいです何でも大丈夫です最近の大阪オフィスの動向はどうですか平和ですか <laughs> 動向平和ですねめっちゃ平和ですみんな川地のことをマスコットキャラとしていじって平和そのもの,平和その,もの <laughs> 川地ルームが寒いすですかわしくても夏は暑くて冬は寒いんだかわいそうにめっちゃ寒い足がめっちゃ平和ですよでえあそこ川地さんしか使わないんじゃないんですか私今川地ルームです え、なんで、なんで、独房に入れられちゃったの梅 <laughs> ラジあるんで、かおじさん。あ、今だけね今だけで、ね。かおじさんがいないときとか、お話ししないといけない時き、いまちんさんとかぶったりとかするから、そういう時は、川わじルームかしてくださいって。えー、名前川わルームで、いいですね。え、しおりん大好きじゃないですかはい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 。 最後にタイに行ったの何年ぐらいですいつやろ ?2018?2018 2018じゃないですか、ね。どこ行ったんですかその時。2019か。ガネーシャ見に行きました。ピンクのピンクのあ。遠いんですよね、地味に。めっちゃ遠い。めっちゃ遠いけど、ガネーシャ見たりとか。自分で行ったんですかツアーじゃなくて。そうじゃなくて、全然。すげえ、あそこすげえ遠かった、本当に。<laughs> 聞きながら。 の時は、タイだけじゃなくて、カンボジアも一緒に行ってて、<laughs> で、アンコールワットとか、大学院の年上の方と一緒に行ったんですけど、あとどこ行ったかな全然記憶にない。<laughs> 全く覚えてない行く予定とかありますえここっち、今のとこないですね。エレナスやから、様子見てます。でも、今のとこ今週行くんですよね。ーねえー、いいなー あその時は、アフターヌーンティーとかしてます。<laughs> バンコクの都会の遊びね。都会の遊びしてますね。アフターヌーンティー行って、で何、ガネーシャン見て、カンボジアの国境をバスで渡ったんですよ。<laughs> おお<ー>ビクロで。バスで行く時って、え、どこから行くんだろうコーンケンとか、そっちの方ですか。右上の方から、それラスか。ないですけど、バスで行きました。 まずですごいね。<ー>めっちゃ怖かったんですよ。ビザ取ってたんですけど、はい、国境を越える時が特怖くて気をつけろみたいなの言われてどうう。どういうことどういうこと撃たれるってこと？撃たれないけどめちゃくちゃ怖かったです。現地の人が怖かったです。なんでそのカンボジア行こうってなったんです？朝焼けを見に行こうぜみたいな話になったんですよ。おお。 忘れたたどこやったっ,けっシェムリアップのアンコールワットのかなアンコールワットかな。ね、東南アジア行ってるんですよね、<う>シェムリンは。東南アジアばっかりです、逆に。アンコールワット見に行きました。うんうん、トクトクで。<laughs> それも朝一から <laughs>。トクトクで。<laughs> 見に行きました。めっちゃ現地の人と、よくしてもらいましたね、その時は。好きな東南アジアのご飯3つあげるとしたら何ですか <laughs> ガパオライス、はい、でも王道ばっかりですねパッタイあーいいですね王道ばっかりです <laughs> いやでも王道だけど飽きないんですよねずっとそれ食べててもあんまり確かに確かに私でも作りますもん日本にいてもすごい,いたりしますいいですね <laughs> 炊飯器で炊いちゃったりタイカレーとかイエローカレーとかグリーンカレーとか もう作る作るココナッツミルク入れて入れてすごいタイマ,イタイマイ買ってなんていい女なんでしょうか <laughs> 結婚してくれ <laughs> でも作っちゃいますカルディとかに寄ってるじゃないですかああるあるその元を買って作っちゃいますあいきなりタイの話しちゃったけどシオリンの華麗なるキャリアパスをかいつまんで教えてくださいなかなかね異色の経歴というかねそうですね異色かも新卒から 約10年ほど教員を高校の教員をしてましてで今年の3月に辞めてテコに入ってますでその傍らなんていうんですかね働きながら大学院に行ったりとか自分の好きなそう子も あそ,うですそうですそうです。普通に学校の先生朝の8時15分から定時の16時15分までやった後に神戸まで電車乗って大学院にやかんで行ってました3年。すごいそれは何を学びにあ本当だ書いてある自己紹介のところにそうだった。で心理学,学学んでました。心理学かカ。カウンセラーとかそういう勉強を発達心理学とかそっちの勉強をしてました大学院は。それで その教員の後すぐテコ、すぐテコ、そうですね。10年ぐらいやって、で、まあ体調崩したりとか、もう忙しすぎて、ですよね。<laughs> 体調崩したりとか、まあ30代になるまでにやめようかなと思ってたんですけど、キャリアを考えた時に外に出ないまま。 こうずっっと教員でいいいののかななみたいなのがあって学校の先生って社会に出てないのに偉そうにするなみたいな言い方をされることがあるんですけど、うん、自分の年上のキャリアを重ねてきた先生たちを見た時に自分もこれでいいのかなって思ってしまったというか考<う>え方が世間一般の方が考える考え方多分ずれてるんですよね教員の考え方って偏ってる感じがしてそういうの嫌やなみたいなこう反面教師にした時にことに一回出ておきたいなと思って。 なるほど。<laughs> じゃあもしかしたら将来的にまた戻る、戻りたくなることもあるかもですね。ある,あるかもですね。うんうん、本当に。仕事自体が嫌いで辞めたわけではなくて、ただ,だただその、まあ、体調が悪かったりだとか、まあ、タイミング的な。 20代から30代に上がってものすごくきつくなったんですよ教員っていう仕事が、うん、がむじゃらにしてたことができなくなって役職とかついていくととてつもなく忙しくなってそうなんですか役職があるのか役職があったりとかコースの委員会とかいろんなものに。 片足を突っ込んでたのって<ー>めっちゃ忙しくなって、このままじゃ、疲弊して終わっていくな、みたいな、充実した毎日だったけど、疲れまくって、こう死んだかのように眠って、みたいな毎日やったから、それで嫌かもと思って、一旦やめますって,言ってやめました。なるほど。<laughs> 最近はどんな感じですかゆとりがありますかゆとり全然あります。寝れるし、寝れてなかったんです。あ、そっかそっか。うか <laughs> 4時間とか。 小中じゃない高校の先生もこう、厳しいんですね、労働環境としては。え、厳しいです、厳しいです。全然厳しいです。<laughs> つい朝早いし、晩遅いし、小学生とか、中学生とかって、揉め事ってあんまないと思うんですけど、高校生って揉め事があるから、やんちゃして、周りに迷惑かけたりとか、外の人たちの。あ、学校外のこととかも。 クラス内も学年とかがあってバタバタしました。へーじゃあ最近のティの中での仕事の話。<laughs> テの中での仕事の話。ステルスクール。この前はそういえば6か月の話したところが、ね、同じ内容になっちゃうか <laughs> <laughs>。月曜日あそうか,そうかジャンプ面談したところで、いろんなことをしてるので、ダーッと過ぎていった半年だったなっていう感じはします。走り抜けてる感じがすごいします。<laughs> この半年。 止まらずちょっといろいろ試しましたからねそうですね、うん、でも繋がりつつあるというか勝ち筋というか 形にはなってきてる手応えはあってこれいいのかなってまあ、うん、税理士法人のその研修をうちにやってほしいっていうことで2件3件ぐらい来てたりとかね某でかいコンサル会社さんが今え絶賛交渉中あそここれカットでいくと思うんですけどカット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 でも本当にいろんなことしてますよねスクールってそうねでもね要は 求人の募集をかけている企業さんと仕事をしたい、探しているっていう人を、まあ、いかにこう結びつけるかで、その入り口にスクールっていうのがあるんですけど、もともと別にスクールの授業をやりたかったというよりも、それこそうちにたくさん応募いただいたときに、なんで他の会社とかね、ロームやりたいって言ってもいっぱいあるじゃないですかって言ったら、2年、3年の経験がないと。 もう書類で落ちるっていう、まあ、ギャップがあって、でまあ、資格がないとかっていうのもあったりするんですよね。なので、あでもその実力はあるし、別にやる気もあるし、そんなや,やれば身につくはずなので、このギャップって埋めたら、もっといろんな人がいろんなところでやりたいことできるし、困ってる問題解消できるよねっていうので、じゃあ、うちの方でに認定というか、授業をして、認定をある程度の担保をして、育成をした人をご紹介しますってやると、お互いいいよねっていうのがおったんで。 マイナースポーツであるロームをメジャースポーツにするために競技人口を増やすというところがポイントで、それでも 2C っていう、B2B じゃなくて 2C のえ転職活動をしようかとか、ロームの仕事に就きたい、勉強したいという人を探すのは難しいねというところで、この手を。 生出している気味でございますということで、えー、ロームの仕事をしたい人はこちらの概要欄からスクールのお申し込みを <laughs> キャリア相談と LINE の登録とお願いします <laughs> キャリア相談と LINE の URL を貼ればいいんですねそうですねお願いしますお渡ししますこちらから <laughs> スクールが目的じゃないんですよね。その先のことがあってのスクール。そうですそうです。で、まあスクールはドリルを今毎朝みんなでやってるやつとかを育成の一つのツールとしてやって、あ確かにこれである程度身につくよねっていう、まあ、検証もできるので、そ,そういう基礎編超,超基礎編と。 まあ少し DX とか、ある程度の経験者が次のステップに行くやつで、あとはもう設計までできるとかね、いうステップを上げていくのも作っていってる感じですね。あれいいですよね、毎日。そうそう、毎日受けてくれてるからね。しかもみんな宿題もやってくれてるので。<laughs> 宿題すごい新鮮でした。久しぶりに。私、自分で。ややる久しぶりやが <laughs> そうだ、そうだ <laughs>。 自自分分は出ししててたけど、自分がやるのって久しぶりですごいですす。ごいああ、そうかそうかそうだよね。まあ、Google クラスルームっていうね仕組み使うと意外と授業の双方向の授業とかできるしね。で今これも実験なんですけど実は1週間分同じテーマで喋ってこの1週間分のスライドを AI にポンとプチ込んで、テストの問題作ってもらって回答も用意してもらうんですよね。そそれをその中から抜粋しててやってると。で えー、採点をその AI 先生にやってもらおうかなっていうのを今考えております。で、100点中何点っていうのをコメント付きでやって、どれぐらいのものが出るのかなってなれば、これすごいんじゃないと思って、コンテンツさえあれば広がるよねっていうのをね、実験中です。やってほしかった、学校におるときにそれ。確かに、確かにね、めちゃくちゃ楽になる。めちゃくちゃ大変なんですよ。丸付け、ずれるし、採用基準が面談。 入社前の。そうです。ではなそうそう採用の段階ではなくて、面接ではなくて。最の,の段階です。はい。の段階で基本的に杉野さんの熱い思いをお聞きしてただけですね。これはよ,よくない, <laughs>、はい。いつものパターンだ。いつものパターン <laughs> 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 こういうのをやりたいんですって言って、で、何っていうわけじゃなくてやることはいっぱいあるから、そういう新規の立ち上げだよねって。 これもしたくてこれもしたくてっていうのをすごいお聞きした気がしますそ <laughs> の熱い思いを聞いてしおりんはなんとなくもうイメージはついたんですかそのお話の中でイメージがついたというかあいいな っって思たたととというかかか学学校とか毛学校の話をお聞きしたりとか、うん、私がまあ体調崩してて休んでたり時期だったりとかもしたのでこう自分もこう休んでる人にそういうサービスができないかなとかっていうのも考えてた時期で、うん、杉野さんと一緒にお仕事させてもらったらなんかその先がもっと見えるかなとかその教員今年間5,000人とか6,000人とか休んでるんでそのなり手が折れへんにやったらその休んでる人間を戻せばいいのにみたい そこのサポートって全然ないので、ね、えー、そういうのもできないかなとかって思って、うん、いいなって思っても、テコに決めたみたいな感じですね。さっと、もう何も迷うことなかったです。早かったです。よかったそうそう、ううスクールの,そのさっきのこの 求職者と募集してる人のマッチングっていう話をしてるんですけど、本当はもっともっと先のお話もしてて、普通に言葉を選んでいろいろ行ったんだけど、本当に老学校の生徒の方に、う,うちって2年連続イン,ターンでインターンというか職場見学来てもらってて、まあ、うちの方がやっぱ勉強することが多くて、させてもらうことがあ全然分かってないって言ったらだけど、知らない世界だし、でまあ、ただその中で耳だけってテキストでやり取りできるので、 でそこまでその今のうちの仕事の仕方とと、ね、すごくこう問題があるかっていうとそんなになさそうっていう意味で本当に向こうの先生には障害者雇用の枠とか全く考えてないし、うん、アピールとも思ってなくて普通に事務のオペレーションの仕事をしてほしいです、うん、戦力ですっていうのを言って。 来ててししいって話をしたんですよねで、まあ、大手の会社とかはその人数の、ね、40何人かなに1人採用っていうのが基準がある中でこうなるべくこう元気な人に近い立場の人が来てくれた方がその仕事はできるしやりやすいから、まあまあ、言い方が人気なんですよね耳の不自由なっていうのはだからそでもその人たちがってどういう人生を今まで送ってきてて。 どういう心配があって、でどんなことやりたいかっていうのも全然分かってないから、見に行って、授業を見させてもらって、ホームルーム見させてもらってって考えたときに、いや、これ、本人たち、もしかしたら中小企業の IT 支援やりたい人が一人でもいるんじゃないかって思うんですよね。そ,それが幸せかもしれないじゃんって思ったときに、選択肢がないっていうのが一番よくないだろうと、そういう道もあるよ、そしてそれはいばらの道ではないよというか、普通に選択できるんだよっていうのが、すごく。 いいしこっちはこっちで本当に戦力即戦力ぐらいのつもりで思っているのでそこまでね行きたいなっていうのがあって、うん、で行ったらやっぱね簿記とかデザインソフトとかの勉強してるんですよ、うん、で実習でデザインソフトを使って絵を描いて貼り出したりとか生活物出してるう,うまいんですよもちろん普通に若い子たちだしこれじゃあクラウド給与最初からやってた方が良くない っていう話で、でそこにこの、働くという言葉とか、そういうルールがあるよっていうことを、レクチャーとして落としていく、それはも,うもちろん無償で提供しますっていうのをやりたいなというのはねまだ温めておりますが、徐々に、<laughs> 徐々に進んでるのよ、これ、ずつ。うん、106校あるんですね、今ね、全国に。だって、商業高校が580くらいあるよね、確か。うん、なので、そこにね、少しでも何かできることあればっていうのを、まず、あ、スクールのやつにこう、窓枠でね、手話を入れていくのか、文字を入れていくのか、字幕がいいのか、でできればいいなと。 手はいいですね。うん。字幕の代わりに、まあ字幕でもいいんでしょうけど、入れれたら一番いいですね。うん、入れれたらね、だいぶね。違う、ね。で、どういう学習方法が一番やっぱやりやすいのかもあるから、そうそう今の大きめの取り組みをやろうって言って進めております。某川島社長と。女子連れてないのよ。<laughs> <laughs> もしとも学校の先生の,あのやるサ,ブサポートするツールを出してて、うんね、やってるから相性が、ね、いいのかなとか言いなんら。シオリンの初めて買った CD の話。<laughs> 初めて買った CD。<laughs> 初めて買った CD。めっちゃ幼い頃に買った花々の CD やったと思います。おっ <laughs> 渋いな。めっちゃ渋いでしょ。シングルええ、そうなんだ。うん それマミタスと一緒に歌うとハモれます。それが何だって。<laughs> そうご。幼稚園やったんちゃいますかね。5歳とか。え<や>、親に買ってもらったってこと買ってもらったと思います。えー、当時多分めっちゃ聞いてた気がします。自分の意思で自分の金で買った初めての CD は。え、何やろ全然覚えてない。<laughs> 1枚でしょ。 全く覚えてないです。何あったやろ。えー、じゃあ中高の時誰が好きだったんですか。中<学>アーティスト？アーティストですか。うん、高校で東京事変が好きになりましたね。おお、うん。もうその段階でシナリオさんが好きでしたね。高校一年生とか二年生ぐらいで。ライブ行ってましたよね。先月行きました。どうんでした？しためっちゃ良かったですよ。ど真ん中のアリーナやったんですけど、あ聞いてください。両サイドの人がすごい。 のののある人たちでど真ん中でりんごさん真正面やったんですけど距離があったんですよ30列目とかやったんで、うん、でも右隣の男の子はずっと雅子様が手振ってるみたいにずっとこうやって手振ってて。<laughs> <laughs> で、リンゴさんのライブって旗、フラッグを振るんですけど、うん、両隣の人どっちも持ってなくてで、左隣の人はずっとこうやって手振ってて、まさこみたいにずっと手振ってて左隣の人はすっげえロンゲのおっちゃんでこう、別に行くかのようにずっとこうやってる人でええ <laughs> <ー> <laughs> もうずっと落ち着かなかった真ん中にだからあれなんじゃない <laughs> 本人から見たらあっこだけ旗ないやんって目立つんじゃないあ確かに確かに確かに,確かにうわーって旗が埋まって っったらこうやて目立つ, <laughs> 目立つんじゃない <laughs> <laughs> ステージ上から見たら <laughs>、ね、<laughs> 絶対見えへんやろとかって思っとったんですよ。上からガーって降りてきたりとかっていう演出があって、ずっとこうやって振ってるけど、それは絶対見えへんやろって思いながら横でこうやって振ってたんですけど、<laughs> 旗を。<laughs> 一番好きな事変の曲、リンゴさんの曲、リンゴさんの曲、一番好きな、丸ロノチサディスティック、皆さんが知ってる。 すごいですよね。あれ、シングルじゃないことがすごいですよね。アルバムしかないですね。うん、アルバムで歌ってますよ。歌ってる。東京事変、東京事変難しいな。マイナーな曲が好きなんですよ、私。皆さんが知らない曲、うん、<laughs> が好きだから難しいんですけど。うん、みんなが知ってる曲、一番の事変の入りの曲で言えば、修羅場クの曲に主題歌になってた曲なんですけど。難しいかですかね。めっちゃ難しい。中学校2年生とかでした。 <laughs> なるほど長いな。自分ない一人カラオケ行ったんですけど、もうその日は決めてて、えー、シーナリンゴの「少々ストリップ」っていう曲を一番から全部順番に<あ>初めに全部入れて、それを一枚歌い切って帰るっていうことをしました。<笑><笑>私もでもこの前行って、リンゴさんのこの前のセトリで全部歌うみたいな。あ,あ、そうそう。セトリト<ー>通,り通りはいい暑いよね。セトリ通りで全部歌う。死にかけましたけど。<laughs> 二 <laughs> 時間かかる、三時間ぐらいかかるってこと。いやでも二時間くらいです。二時間ぐらい。でエンドレス一人で。<laughs> ずっと。あ<の>学生の頃から、半日とか行くタイプやったんですよ。うん、カラオケに一人で。ってえー、そう、だから。久しぶりにしました。3でも三時間とかが限度ですね。声が。うん。ね。うん。限度でした。え、でもその世代的に、その好きな曲順に。 曲を入れて聴くっていうのはやってた、MD とか。MD もやってましたよ。あ、いや、そっかそっか、うん、やってたんだ。やってたんですよ。最近もうだってさあ、プレイリストになっちゃうのか、それですよ、言うと。プレイリストに全部て,てます、ね、お気に入りの曲とかを。なん<ー><ー>だろう,こう、もう物を買わないというか、物理を用意しなくなると、どうやって好きな順で聴くんだろうとか、やっぱ思っちゃうから。うん、あ確かに 最近はプレイリストに突っ込んでます。突っ込んでるっていう。突っ込んでます。好きな曲、洋楽とかも、K-pop とかも、全部突っ込んでますね。全部突っ込んでる。大体ロ今日の神楽坂は何の BGM？大阪は BGM ない。大阪でラジオが流れた。大阪ラジオが。ラジオ？F.M. か F.M.800 でやそうそう。流れてます。え、そうでしたっけ？大阪オフィスラジオだった。ラジオ。F.M.800 でが。 流れてて大阪のメンバーみんなロックが好きなんですよ。へ<ー>みんなで会ったら年末のレディクレとか行こうぜみたいな。あの休みとか、あ会えば。えそれ、それ何ですかフェスがあるんですけど、<さ>レディオクレイジーンさっていうフェスが。く。え、12月の末にあるんですけど、今年も。<laughs> 今年はいかないか。今は東京は宇多田光の。 リストでした <laughs> マミタス大歓喜じゃんそれ。うんアレクサでやってるっぽいから、えー、画面見てもわかんなかった。当たたらなかったですライブああ、そっか。大変,いいね、大変って言ってたよね。ファンクラブ入っててもダメみたいな。全然当たんなかったです。ね、もう一激ちにしました、オタダヒカル。当たらなくて。<laughs> 次行くライブの予定は 来週リンゴさん行きます埼玉すげえな <laughs> すげえな <laughs> 先週楽来月先週楽福岡です <laughs> あ結構、ね、同じツアーのあ同じツアーです先週楽 <laughs> ガチですガチ勢ですえなあああれじゃあうちのオフィスとか興奮するじやらいちょうとかいやいやもう本当に、ね、興奮しますよだって歌詞に全部出てきます、ね、出てくるもんね <laughs> 出て<く>る <laughs> やられちゃう出てくるの。出てきます。出てきます出てくる。出てくる。なんという。曲に。あれ、何やったっけ。なんかヨッシーが言ってた気がするよ。一かあそっか。一服。っていう曲。へー出てきます。なるほど。あ、周辺の曲が。あ、この辺なんやな。みたいな。うん、うん、うん、うん。いっぱい出てくる。めっちゃ興奮する。 うん、東京都新宿区やらい町の駐車場大きい何百坪お店にしましょうよ。<laughs> そんな都市開発の歌なの <laughs> やらい町そんなでかいのあるかな今でも確かに駐車場になってる。はい、いいですね。大阪にていそういうのはあんま感じないですけど、いいね、東京に行くとこんなところにみたいな発見めっちゃあります歌詞で出てくるアメ山ケさんのとか。 そうっちっちゃいところにすごい目がいくというかそれあれじゃ、ね、他の <laughs> 他の地方の人がタカジンとか聞いてあここかみたいな話なんじゃなえ多分そうやと思います私は多分リンゴさんとか地平にだからねそうそうそう,そう、まあ、確かに地名はそうだよね建物とかね電車、うん、とか乗ってて「イ、うん、ケさんだ」とかって出るとこう無意識に写真撮ってない,い <laughs> しますします <laughs> ちょめっちゃマニアックやと思います なん,な,なんでこれ撮ってるんやろって。<laughs> 鉄オかなって <laughs> なるレベルで写真撮ってたりしょ。えー、駅名出てるじゃないですか。そこを無意識に写真撮ってたりとか。<笑><笑><笑>すごいな、そんなにライブの予定があることはすごいし、いあっちゃこっちゃ行くってことですもんね。あっちゃこっちゃ行きますね。りんごさんとか事変だけですけどね、あっちゃこっちゃ行くのでも。ああ、そうなんですね。他は行かないですけど。 でも私、新卒の時に、月に4とかで行って,て、<ー>ライブに、ライブハウスとかに、えー、毎週行ってるんで。<laughs> まあ、よくありました。今もさすがにやってないですけど。なるほど。やってましたね。学校の先生やって、終わって、帰りますって言って、ページとかで上がって、ライブ行って,って、なんてエネルギーに溢れた、毎日。<laughs> <laughs> だからそれやってないと多分、しんどかったんですよね。 こないからあるよね、体力のじゃない問題ってのがあるよね。<laughs> 本当にそれ <laughs>、ね、いやたまに出張行って、会食予定で早く終わっちゃうとか、少し休養が入ったから、なくかさいみたいな時とか、一人になるのよね、ホテルで,で。したらもう映画見ようとかなるじゃん、やることなくてってなって、見たらこう潤ったなって思う、ね、疲れ方というか。<laughs> <laughs> あーなんかそうだったそうだったみなぎってきたみたいなときあるしかも一人で見ると好きなことしてると、まあ、大丈夫ですよね疲れてても好きなことして、うん、そうなのそう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 だから今めちゃくちゃ迷ってるんですよ今日ドラクエ3発売なんで。 それはやるべきやと思うっ、ね。<laughs> そう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 ,う、ね。そう、たぶそういうことでしょう。うスイッチ版でやろうかな。今日ダウンロードしようか。っ <laughs> いや、私も先週から、ね、一週間ぐらいやたら忙しかったけど。明日絶対に夜大阪に行くんですよ。友達と<ー>飲むだけのために。はいはい。こ、は、れ、いはい、もうやめときゃいいの。家で休んだ絶対行くとか言って。え <laughs>、でも大事です。 そういうのが楽しみで仕事してたりとか、その仕事の圧力になってたりとか、するかなって思う、ね、今週も久,久しぶりじゃないけど、三連ちゃんなんで、うん、今日、中がね、会食が、か、うん、水、そうするとまあもう6時ぐらいに終わるって出るじゃんってなると、で行くのは楽しみやからってので、うん、全然体はしんどいとか眠いとかあるけど。 違うもんね違います、全然違います。教員してたときとか、体育祭前とかめっちゃしんどくて、<ー>でみんなでこれ終わったら絶対に飲みに行くって決めて、めっちゃ早かったです、うん、そう決めたとき。仕事の終わるのが。終わり具合が。めちゃくちゃ早くて。もうみんなで飲む人がすごい周りに多くて、私の周りに。めちゃめちゃ強いんだよ。めちゃめちゃ強いというか、<laughs> 変わんな,いなん全然変わんないんだって。確かにずっ

そうなんですよ意外と日本酒一升瓶で1人暮らしやのにあったりとか<ー> <laughs> ワイン1本とか2本とかあったりとかします全然濁り1本みたいなとか。 え今も家でででで毎毎日飲んでる <laughs> 毎日飲飲んんるないですでも薬飲んでるから毎日飲んでないんですけどああ<ー>だからてこに入った時のそれこそ東京に来てって言われてた時に一発目日本酒の会やったんですよ。で大阪のメンバーに「<laughs> 私おチョコ持ってきてくださいあったら」って言われてて「おチョコ持ってるんですけどマイおチョコ」うん、大阪のメンバーに「これマイおチョコって一発目で持ってったら光りますかね?」って言ってたら「<laughs> そんなん覚えてもらうために持っていかんかい!」って言われて持って行きました。<laughs> 持っていかんかいって言われたから、持ってきました。まあ、ようちと思ってます。それ言ったのダイナマイトさんでしょう。そうです。ダイナマイトさん、この前も炸裂してたからな。炸裂してました。前のダイナマイトさんの会の前日が多分、大阪だったか。だから。梅田ジのね。確確かにそうそうそう。うん、やってるよ。 いつ行ってもらっても、すごいベロベロのままちゃんと話聞いてくれます。大のまねたさん。行 <laughs> <laughs> きつけのあそこあるんでしょひかりやさん。あ、そうだそうだそうだ。ねひかりやね。光屋ね <laughs> すごいひかりや。